というわけで皆さんこんにちは、はじめ社長と東海嫁のってなんでだよ。今日はですね、まあ徹夜坊やがねいつも通り変な車を持ってきてくれたんで、実験的に車の上でローションズボンをしてみたいと思います。まあまあ、なぜこんなローションズボンを車の上でしようかと思ったわけを言うと、普通のローションズボンは結構みんなやってるわけで、やっぱ俺は普通のローションズボンなんでつまらねえ、車がへこむかへこまねえかのこのスリルと、落ちて怪我するかしないかっていうこのスリル、あとはやっぱこう何車に対する愛というかね、それも俺だけだけど、ね、あ、そうなんだね。やろうピピピュ、うわ滑らなかったら最悪だよ。いやでも滑るでしょさすがに。あ、どう来た来たぞ、ね、おい来たぞ塗ってと言わんばかりの塗れてるからこんなこと多分今後日本でする人いないと思ってました車検通るのかなどうするこういうちゃんとしたやめて、やりやしょうか。あーやめなさいよもうなんとかローションの準備が完了したので早速戦ってみようと思います。バカ